はい、シアムア記念ということでね、やっていきたいと思います。秘密結社ヘガマソース18でございます。こちら水沢の11ですね。 M1 競争、水沢岩手県競馬の、まあ、春のねナンバーワン決定戦とも言ってもいい競争メンバーが揃ってるんだとは思います。まあね、去年までのトップホースたちが引退をしたりして、なかなかね、まあ、その次の世代を担うのはどの馬かというようなところもあるんですけれども、今回はこういった形でいきたいと思います。まあ、軸は7番マイネルアストリア前走移籍初戦プラス体重、まあ、多分ね、調整としては、まあ、調教量としては軽くなって、例えば、まあ、JRA では調教している時には販路がある、これがなくなるとかね、そういった理由もあって、結構ね、地方競馬移籍初戦調教が緩くなってから、体重増えてる馬多いんですね。この馬もご多分に漏れずだったんですが、それでも勝てた関勝杯ということで、まあ、前走ね、非常にいい競馬を見せたと思います。まあ、移動2戦目で、移籍2戦目でもう1回馬体重増えちゃったりするとちょっと危ないかなという気はするんですけども、今のところは軸で考えていってもいいんじゃないかなというふうに思っております。まあ、そして4番ゴールデンヒーラー、まあ、交流重賞挑戦は大敗したんですけれども、まあ、それでもね、世代重賞ではコンスタントに上位に来ていた4歳馬ということでね、一応紐に入れておきましょう。そして5番グランコージー、まあ、南関東で連勝が止まっての移籍、岩手移籍となりましたが、時計面では、評価がね、南関東でもそこそこやれてたと言える馬ですから、まあ、移籍初戦からこの馬も期待ができると思います。まあ、JRA から移籍してきたマイネアストルアストリアか、南関東からのグランコージーか、まあ、そして6番バケーション、これも南関東からの移籍でね、初戦で関勝杯2着と健闘をしています。まあ、ここも通用するメンバー構成かなということで狙ってみたいなと思っております。そして9番ヤマショーブラック、これがね、関勝杯3着、これも南関東からの移籍初戦だったのかな。これもね、継続騎乗って形でね、鞍上上位騎手確保してきた、この辺も面白いぞ。ただ JRA 準オープンからのマイネルアストリアの方が、南関東勢よりさらに上かなというようなところを踏まえて、こういった形の予想で今回はやってみたいなというふうに思っております。つまり結構人気態度になってしまうんですけれども、南関東勢手拍子っていうよりはこういった形でいいと思います。まあ、そしてですね、今日の G1 NHK マイルカップはメインチャンネルフェガム TV で上がっております。その他ね、またこの後いろいろ上がっていきますので、今日はね、この後フェガムラジオに POG も1本上げていこうかなというところでやっていきますので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。以上、ハッチでした。